ミドルトン死者区はアイルランド貴族の死者区位。アイルランド王国の政治家、弁護士、アラン・ブロドリックが1717 17年に著されたのに、始まる。1920年には9代死者区セントジョン・ブロドリックがミドルトン白尺に著されたので、ミドルトン死者区位は、その従属尺位となったが、同白尺位は1979年に継承者が、絶えて廃絶。 一方、ミドルトン死者区位は親族に継承されて存続した。2016年現在の当時は12代死者区アラン・ブロドリック。ミドルトン死者区、ブロドリック家のかつての邸宅ペパー、ハローアングロイコールアイルランド人のアイルランド王国の政治家、弁護士、アラン・ブロドリックはアイルランド会員議長やアイルランド大法官などを歴任し、1715年4月13日に アイルランド貴族爵位航空権におけるミドルトンのブロドリック男爵、尺、七百十七年八月十五日にアイルランド貴族爵位航空権におけるミドルトンのミドルトン子爵に助された。四代子爵ジョージ・ブロドリックは、グレート・ブリテン王国の会員議員を務め、七百九十六年六月十一日に、特別継承規定で、彼の直系に次いで彼の父の男系男子に、 継承されるグレートブリテン貴族借位サディー州におけるペパーハローのブロドリック男爵に助せられてイギリス貴族院議員に列した。彼以降の歴代当主もこの爵位のために就職とともに自動的にイギリス貴族院議員に列している。9代死爵セントジョン・ブロドリックは19世紀末から20世紀初頭の保守党政権において陸軍大臣やインド大臣などの閣僚職を 歴任し、1920年2月2日に、連合王国貴族爵イミドルトン伯爵と、サリー州におけるダウンズフォードのダウンズフォード赦赦に、助せられた。しかし、初代白の唯一の男子である二代伯爵、ジョージ・ブロドリックに、子供がなかったため、彼の死と共に、ミドルトン伯爵くらいとダウンズフォード赦赦威は、廃絶した。一方、ミドルトンくらいと二つのブロドリック、 男尺位は、7代尺、ウィリアム・ブロドリックに遡っての分流であるトレバー、ブロドリックに継承された。2016年現在の当主はその位にあたる12代尺アラン・ブロドリックである。一族の邸宅は、サリー州、ゴダルミング近くにある、ペパーハローだったが、1944年に、売却している。現当主アラン・ブロドリックは、以下の尺位を保有している。 ありがとうございます。